いわらかつてない、見たことがないレオンを見たい方は大集合しておくんなまし。はい、ということでね、今回も早速やっていきましょうか。ちょっとマイクカチャカチャとかしてですね、前回に引き続いてね、もう一回ね、立ち上げ直したんだけれども、まあ見ての通りですね、頭がテロ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 してる。で、まあ見たことないというか、まああんまりね、見る機会のないテロテロかけんだから、まあもうなんならむしろ面白いからこのままにしとこうみたいな、そんなノリだよね。で、なんか立ち上がってる、キャー怖いよ、しょ、あーおー、調子乗るんじゃないの、スピーン、はい、バーンということで、チラッと、あー、マブチーなーって言ってる間にね、横をスルッと抜けていって、さあやっていきましょう。で、今回で、まあ、RE2 は、一旦ラストを迎えようと思っております。はい、本当にね、ラストになるかどうかっていうところはね、この先でね、ちゃんとね、無事ね、戦いを切ることができるかってところなんですよ。実際にタイムアウトになって終わりました、ちゃんちゃんっていうのを経験がないから、一体どうなるんだろうな。これちょっとまとめて戦ってみるよ。こいつと、こいつひざまずかせるまで、ちょっと頑張って戦ってみるよ。あ、そうだ。てか、ひざまずかせるんだから楽勝じゃん。これ一発でいいじゃん。よいしょ。ほい。はい、あげる。ピーデー。はい、オッケー。ひざまずかせておいて、いきましょう。あ、ちょっと、どっから打ってきたの？俺とこれ言うのかしら？あ、面白いよね。チュルチュ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 。弱っ！やっぱ、博士、こんなとこで何してんのよって話ですよね。うん。あ、ちょ、進めないですね。Okay、さあ果たしてね、体力とともにね、まあなんかよくわかんないけど、ミスター X がね、うえーってなってくる。なんかめっちゃピアスしてる。うわー、後ろにいたって。お前俺と同じ髪型しやがって、アイデンティティが損なわれちまったじゃねえか、どうしてくれんだっていう感じで頭をブチュって握られてて、あー痛い、助けて、ヘルプミー。まあそんな感じだよね。だってさ、ハゲがさ、二人もいたらさ、どっちがどっちってなる。でもよくよく考えたらさ、マービンもそうじゃん。まあマービン、ハゲというか、なんだろう、坊主頭というかね。うん。だから、あれっすよね。三人揃ったらこれも最強のトリオだよね。面白いよね。やっぱり坊主キャラっていたっけ。まあなんか、ね、どっかのゴリラも近い髪型とかしてるんですけど、まだいけるさ。さあ行こうか。さあ行こう、風に乗って、遥かな、スウォーチラ。特にここでなんかやる必要とかってのはなさげか。あ、よし、じゃあこのままいきましょう。ってことで、拾って、ゴー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 てってるって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 、あそこが爆発したから、あそこ歩いてくんのかなと思ったらね、あれタンクが破壊されただけだったんだろうな。あれ？え？あ、オッケーオッケー。髪型が急に元に戻ったら、それつまんないと思ったけど、ちゃんとあれだね、変化してくれたまま、ドゥーン。ガチャー。で、これ、こいつが破壊したじゃなくて、たまたまそこにタンクがあって、あれだね。上。ただな、まあ、これ一個問題がさ、果たしてこの手持ちにあるハンドガンたちだけでさ、まあ水鉄砲伊藤博だけどさ、前回、前々回かに続いてたけどさ、さあ果たして、まあこんなのでね、そもそも挑むバカ他にいないだろうっていう話だからね。お手手が、注意引っかけが、なんだ、乱れ引っかけだ。ただの乱れ引っかけが強い。お首クッキンコ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 キン、あーおちちー、よいしょ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 。まあ本当にでも心臓、ああ、え、意外とフラウンド、へえ、打ち続けてた。なんかこうめっちゃ距離空いてるからなのか、よいしょほい、ぐるっと、よいしょ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 。あ、結構反動がきついな、この弾、この弾、よいしょよいしょよいしょ。まあでも多分100発も打ち込んだからね、さすがにね。ほい、あ、すりすり抜けられる。あれ、こんな、なんか雑だった。あう、おう、おう、危ない。あれの射撃になって終わるんです。あ、お前、この野郎、壁1個、普通に破壊しやがったの、この野郎。この野郎、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 この野郎。おいっ、ハートキャッチプリキュアしてくれてありがとうございます。チュイッ、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 グオーってそろそろ来る。そろそろグオーって来る、痛いよね。でもなんか、あれだね。せっかくもったいないし、回復チャンス使ってこう。おお、やばいやばいやばい。チュイッと、こいつ一発でビーンってなんか、確か前回そうなっちゃった時、あー、ちょっと、そっち使うのもったいないな。てか、なんかさっき言ったら同じとこ繰り返し、くる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 。あれ？これ間違えた。あ、回復やつ間違えたな。ちょっと待ってね。で、あー、まあ、いったもん。バカバカしてて、しやがって。ほい、爆発、チンチン剤。チン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 、爆発まである。あー、狭まってる。俺たち、私たち、狭まってる。おー、やばそうだ、やばそうだ、チロッと、ほい、爆発、走っておいて。
走ってこいよ。あ、もうおしまい。ちょっともっと遊ぼうぜ。シュー。ふん。さあ、じゃあ、まだ時間もあるしね。とりあえず、これでお会いこよ、レオン。いつの間にじゃんけんしてたんだ。あー、行こうでしょ。また。どこから出てきたの？あ、じゃ、弾がもうすでに切れとるんや。どっから落ちてきたのよってね。頭テロテロ。さあ、どっちが本物のハゲか勝負しようじゃないかー。くいやばれー。よいしょー。いこれでぶちのめすことができるのか。ほい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 。もう一回切るんだろう。あれだよ、3回目のノックアウトだから、もう戦い的にはアウティー。ふいふいふい、やばい。とりあえず拾っとこう。ジュイーン。違う。おおさあ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 昼目さあ昼目昼昼昼昼昼昼サイレントヒルサイレントヒル裏剣ひっかれ左ひっかけひっかけ左ひっかけもうよくわかんないよね。もうおい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 いつになったらこれはたどり着くんだ。下にたどり着かない。乳首見えた、乳首見えた、勝った、よいしょ。あ、痛い、おら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 、ぐおー。定期的にこれをやるせいであれなのかな、リセットしちゃってるのかな、このなんかヒルヒルミというかノックアウト KO。 ほいよし、あ、俺の方がひるんでんだよな、ほんとにな。ほいほいほい、ふいちょ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 い、裏剣メガトンパンチ、メガトンキック。おててとおちちが逆転してる。じゃどういうことどういうこと、おててとおちち逆転してる。おぉ、ジュイシジュイシ。あ、でもめっちゃ刺さっとんがな。ほい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 、あ、ダメだ。ほい、よいしょ、バーン、オッケー、うー、よいしょ、本当にこれが最後、本当のラストパートでいいのか、こんなものが。うお、ちょ、よいし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 ょ、ふい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 、あー強いね、ほんと、おきみ強いね。なんか落ちてきたよ、なんか、あー、じゃあそれロケットランチャーのあれか。ふい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 、おやまいでぃあんまりそんなバーンってやったら床が抜けしまうだよ。あー、またこれか。ほいっと、甘い、一旦禁物沈物、雨やない、ふいふい、そのとこ抜けてやれないわ。やばいな、やっぱりあれな、ハゲというアイデンティティはやっぱりなんだな、みんな大事にしたいんだな。そうだね、頭がね、やっぱりね、薄くなってきたら誰だって抵抗するか、もうハゲの道を選ぶか。もう僕はもう丸坊主にするつもり満々なんだけど、ね、うおー、ディーン。よし、てかひるまなくなったよね、こいつマジで。やっぱあれなんかドラゴンボールのおかげ。やだ、ちょ、でやペギンティアッペギンティアッペギン、もう油断ならぬ、油断ならぬ、違うな、もう勘弁ならぬ、ジョヘー。まあ中からね、いろいろとね出てきたけど、チェリーパイがいっぱい出てきたよ。はい、さあということで、こいつを違う、こっちにしとこうか。あ、2個しかないんだ。シュイーピーピー、まあなんかいろいろね、これで降ってきてるかしらけどね、ここになんか落ちたりとかしないのかな、さすがにさ、アイテム、マンダム、わー、いっぱい来てる。はい、プレゼント、ワンダウン。うわー、もう本当にワンダウンだった。ふいー、でーん。よいしょ、ふいっと、え、あっち側で倒れてるやつがいる。おー、お目目が、チラチラー、もいっちょー。はい、かわいそう、優勝した。じゃあ初のジョイ、これでも平気なんだもんな、すごいね、これ。よし、でぃー、よいしょーと、こっちの方でも生きてそうなやつがいたからドーン、使い切っておしまいです。さあ本当に最後までね、動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。これにてバイオハザード RE2 ラクーンシティ観光ツアー10終了とさせていただきたいというふうに思います。ぜひね、明日から RE3 やっていきたいというふうに思ってますので、今度はね、ずーっと、まあ男に変わるとかそんなのね、ずーっと巨乳、
ずっと巨乳が観光案内させていただきたいというふうに思っておりますので、ぜひねお楽しみいただけたらというふうに思います。ということで今回もね動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また RSE でチャンネル登録ボタングッドボタンを押してお待ちください。まあちょっとねあの表情浮かべてねあのキー苦しいってなってるんで、まあ、こんなねあのねよくわかんないね男のね顔を最後にチャ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 っていうよりもやっぱりあの巨乳とねあのロリコちゃんのね顔をあの見てからあの終わりにしたいというふうに思いますんで最後までご堪能ください。さて、どうなるかな。チラチチチラチラチヒューマン。はあ。飛んでいかないな。よし。あれ？ああ、そうだね、そうだね。そう、なぜかサイドからアイテムがなくなっているという不思議な感覚。オッケー。やったな。この巨乳と、そしてロリッコを見るために頑張りました。あー観光ツアーもやっぱね喉と体力とねそして頭の回転これこそ大変だったんですよ。今のはえ分からない。最後までやれって見てくる。了解しました。指示に従います。ということで最後の最後でございますんでやるとしたらまあこれはね預けよう。いらないいらないいらない。よしでやっぱやるとしたらまあね男のマロンでいきましょうか。はい男のマロンを最後の最後までぶつけていきましょう。男のマロンで、もしも尽きてしまったら、こいつらと、こいつらということですね。じゃあ行きましょうか。てて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 てこれ最初に近づきすぎててもあれなのかな壊れるのかな。とりあえずでもこの距離くらいから燃やしとかんとあれだもんね。あでもおててかこっちにビョーって伸びてきてる。死んない事情でもあるのか。そうなんですよ。あの爆発してねあの一瞬でねあの散らない限りでもね弾が欲しいって弾ほら弾が1個増えてる。そうなんだよね。この間もね僕ね弾1個減ったんすよ。あのあれなんですよあの13キロのねあのものすごくまああのちょっと全身ぽよぽよで柔らかいものがですねあの膝というものをつけたときに私のね、あの右のタモタモに向かってね、全体重をかけて落ちてきたっていうところがあってね、まあ、そのおかげでね、あの完全にお亡くなりになったというところなんですよね。これでも、これで何ですかね、これで。違うよね、違うよね。やっぱこいつだよね、男のマロンだよね。よっしゃ、男のマロン来たー。最後にレーシックしてやるぜ。まあ、もレーシックって、レーザーで焼き治療するから、なんか穴刺してぶち、うえっていうのがまた違って。はい、まあなんかね、めっちゃ終わりの雰囲気出してたけど、なんかみんなからさ、ね、いや、最後にやれよっていう、もう、ごもっとものご意見がもう飛び交ってきたなっていう気がしたんで、まあやらせていただいたというところですね。はい、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 はい。いやー、まあそんなことも言いながら、レシッコ自体送るでいい、はい、しげー穴を開けて、眼内コンタクトの前に。まあ、ゲーム実況っていうのはそういうもんですからね。はい、これレオンおててちょうだいって、あいよおててじゃなくてさーつって、もっと掴みやすいところがあるだろうって、あーでもそっか今ふにゃふにゃだからなーって、ほーこんだけどえらい爆発が起こってるのに脱線せずにちゃんと超高速で走り続けられる電車っていうのが多分すごいんだろうな。まあ、もしかしたらあのリニアモーターカーみたいなものなのかもしれないですけど、電磁波でみたいな。でもそうなったらあれか、電気供給が止まると、あの止まっちまうのかな。なんかほら、最初ってさ、なんか時速150キロくらいまでは、普通に車輪で走って、それを超えてくると、なんか電磁浮遊して、で、摩擦を極力なくして、なんか最終的に時速500キロくらいまで走って、愛知、東京間をなんか40分くらいで走るみたいな、なんかそんなあれだったよね。でも愛知、東京間が結局ね、まあ1時間半とかで行けるような距離だったらね、まあ40分が大事なんだろうな。実際リニアモーターカーってさ、いくらでね、2027年に開通だなんて言ってるけどさ、なるのかってのかわかんないですからね、果たしてどうなるか。ね、もうそれが5万円とかって価格だったらね、さすがにもう3万円で往復いけるような距離を5万円ってプラス2万してまでね時間稼ぐっていうのはやっぱ一般主任は難しい話ですからね。そんな2万円のお金があるんだったらディズニーやらユニバーやら2人分のチケット買った方がマシだよってなってますからね。でも40分早く行ったからっていって別にね並ぶ順番だとかってその買うわけじゃないですか。はい、
まっていう、そんな、あの、最後の最後になんかリニアモーターカー、まだ開通すらもしていないのに勝手に文句を垂れるというところになったんですけれども、はい、そんな感じでね、次回 RE3、巨乳ちゃんが観光ツアーをしてくれるということで頑張っていこうと思いますんで、お楽しみください。俺たちで。はい。じゃあ、夕日に向かって歩いても、これ朝日か。朝日に向かって歩いていく3人の姿をね、見てね、終わりに締めくくっていきましょう。やっちょいインコ、こう向かって、養子にして。そうなの、この養子にしてっていう言葉が12歳から出てくるって、よっぽど勉強してるんだろうなって思うけどな。果たして、12歳で、まあ、一般の家庭に育ったら、養子っていう言葉がね、出てこないかも。続いての曲は、マンネリの水曜でも元気が湧いてくる。はい、じゃあ、もうエンディングは長いので、ここで締めくくります。では、また次回パートでお会いしましょう。バイナラ。